1939年5月22日、宮城前広場で行われた、青少年学徒新月式。青少年学徒に賜物張りたる直後は、1939年5月22日に、昭和天皇が荒木貞夫文部大臣に与えた直後。1939年5月22日、東京の宮城前広場で、陸軍現役将校学校配属令の施行15年を、 記念する全国学校教職員及び学生生徒ご親越式が行われた。この親越式には昭和天皇が臨席し、全国から学生生徒代表3万1000余名、教職員代表4500余名が参列した。式終了後の同日午後、昭和天皇は荒木貞夫文部大臣を宮中に呼び、青少年学徒に対する直後を与えた。これが、 青少年学徒に賜物の張りたる直後であり、同日付けで荒木文章の訓示とともに全国に告知した。1948年6月19日、青少年学徒に賜物の張りたる直後は、衆議院における教育直後等排除に関する決議及び、参議院における教育直後等の執行確認に関する決議によって、教育に関する直後などとともに執行確認が、 決議された国本に、媒被国力を要引いて国家高まさの機運を衛生に、維持せむとする人たる局目て十九日、たる人大演出しかもしてそれの任実のるにつなぎりて、何時ら青少年学徒の総方にありり何時らそれ、季節を、なおび連中を順次古今のしみのるに経営中外の、こと税に関みそれの施策を、正にしそれの指揮権を長持しする所中を、 質発先不所生をビューラ図書く、それの本文を務む守る資文を治めたけしを連理室、実る合憲の寄付を心霊しもって、不可の退任を全くせむことを期せよ。ありがとうございます。